フィンランドのカレリア地境再占領は1941年の継続戦争中の8月にフィンランド軍によりカレリア地境の給料を回復した戦い。この後フィンランド軍の占領は1944年6月のソ連軍のビボルグペトロザボをツく攻勢まで続いた。開戦前の戦力配置フィンランド側はカレリア軍と フィンランド湾軍が戦闘の準備を行っていた。用意されていた軍はである。第2軍団は、ブオクシカ川北岸に位置しており、第4軍、第 V 軍は、海岸線の警備に当たっていた。ソ連側では、カレリア地境の防衛にが置かれていた。ソビエト第10機械化兵団も配属されていたものの、ドイツのバルバロッサ作戦に対する防衛のために、6月に、カレリア地境から、 レニングラード方面に移動していた。しかし、第10機械化兵団の第198師団は交尾に回されていた。ドイツがバルバロッサ作戦でフィンランド領から攻撃を始めると継続戦争が始まった。フィンランド V 軍団は解体され、第10師団は大砲軍に回された。また、6月下旬には2軍団が予備軍に回された。フィンランド側は、 通軍団、砲軍団ともに最初は防衛を行っていた。しかし戦況が良くなると両軍団の大隊や中隊が調査攻撃を始めた。ソ連軍の予備軍の少なさは最前線の北部の戦線からより守りやすい場所へと後退するための刺激となりさらに深い場所で防御を固め続けようとした。この防衛戦は具体的には コンクリートと木材で固められた防衛線で残壕と地雷原で防御されていた。一方フィンランド軍はソ連との接触を保ったまま前進を続けた。この静かな状況は7月31日にフィンランド軍の攻勢が始まるまで続いた。ソ連軍の防衛施設はブオクシカワ近郊と道路の沿線に集中していた。このためフィンランド軍は 道のない地形に兵力を集中させ狭く深く戦線を破った。この攻撃は森や沼地に一時的に構築した補給路で援護された。フィンランド第18師団は最北部に位置していたソビエト第115師団に森を越えて攻撃を行った。フィンランド第18師団は道を進む代わりに森を通って安全に道路を通過し、森を越えて 道路を回り込んで攻撃を行った。しかし道路に陣取っていたソビエト軍は、戦車等に支援されたや強い軍であったために防御に回ってしまった。この攻撃の間フィンランド兵、ビルホラット王は、ソ連の対戦車砲を露獲し、この対戦車砲でソ連軍の戦車を4台破壊した。この功績によって彼は、兵卒として、初めてのマンネルハイム十字章を受けることになった。 フィンランドの攻撃によって、最終的に8月4日にイルメイへ道を包囲し、獲得した。この結果、ソ連軍は保持していた位置を放棄し、イルメイから国境の中間地点まで後退した。フィンランド第15師団による突撃はソ連第142師団の第588不評連隊に反抗された。再度の突撃は2トルの範囲に限って行われ、この範囲に、 多くの方が集められた。国境の要塞を突破した後は、道路に集まっているソ連軍を森の川路を通って迂回し、戦闘部分から一部隊ずつ包囲し捕獲して5トルほど前進した。6日後、第15師団はビープリソルタベラ艦鉄道から3トルラドガ湖西岸から1 5トルの位置まで進行し、ソ連軍を左方から包囲した。 フィンランド第2師団はソビエト第461不評連隊の2大隊の包囲を決定した。この大隊はティリア村近郊を防衛していた。第2師団第7不評連隊はこの村を東から包囲し防御を行っていたソ連軍をティリア後半まで押し込んだ。同時期、第28不評連隊は村を越えて南部に進軍した。法によって支援されている4日間、ソ連軍は 防御地を保持し続けたが、最終的に包囲された。一部の兵士は森を通って逃げ出した。しかしながら彼らの多くと、ソ連軍の装備品は、村で罠にかかった。フィンランド人は戦闘での犠牲者に苦しんだ。第七不評連隊は、ターヤヌ・ライクマンティと呼ばれるようになった。ティリアの解放により、エリセンバーラ鉄道への道が開かれ、8月の5日には、 フィンランド軍はビープリ・ソルタベラ間の鉄道にたどり着いた。ソ連第23軍の司令官は8月4日に第198狙撃兵士団のソルタベラへの反撃を停止するように命令し、この士団を南部に下げた。これによってフィンランド第2士団はソ連第142士団と共に南下した。同時にソビエト第115士団とソビエト第43。 師団は協力して、フィンランド軍の予備軍の活動の停止を試みた。しかし、この攻撃は不十分であったため、ソビエト第115師団はヘリセバン側まで再度交代した。この位置が丘と川が良い防御地を形成したため、ソ連軍はフィンランド第18師団に反撃することができた。フィンランド第18師団はヘリセバン側まで進行し、ンキラで、 ビープリ・ソルタベラ鉄道にまでたどり着き、8月8日には鉄道を越えた。フィンランド第10師団は命令を受けてフィンランド第15師団とフィンランド第18師団の間を進行した。8月6日にはビープリ・ソルタベラ間の鉄道に到達した。第10師団はカキサルミ・ハイトラ方面へ攻撃を続けた。しかしながらソ連軍はこの鉄道線への道を塞いでおり、 道を開けることができたのは8月8日になってからであった。8月8日、第10師団はハイトラの町を攻略している。この第10師団がラドガ湖畔へたどり着いたのは次の日のことであった。これによって北西ラドガ湖畔の陸のつながりを守っていたソ連軍は切断された。8月10日から11日にかけてソ連軍は この接続を取り戻そうと強い反撃を行ったが、失敗に終わった。フィンランド第2師団の第28連隊は、エルセンバーラ鉄道の分岐点を8月9日に占領。これによって、鉄道を使ったフィンランドの補給が始まった。第2師団第7不評連隊によるディリアの戦いの後、第7不評連隊は、師団の予備兵として2日間の休養を行い、これに先立って、 その他の第二不評師団は、鉄道線に沿って、ラーデンポフや方面への攻撃は続けた。フィンランド第二師団は8月8日には、ラーデンポフやを占領し、これによって、ラドガ後半のソ連軍の共闘歩と、ソ連軍を分断した。同日、第二師団は大愛軍に移動され、北部ラドガ湖畔のソビエトの共闘歩を一掃するように、命令された。また、 フィンランド第15師団とフィンランド第10師団には南部のソ連軍の共闘補を一掃するように命令した。一方ソ連軍もソビエト第142師団と第198師団を海軍での撤退の輸送のために共闘補であるキルポランサー離島に引き下がるように命令した。この撤兵は秩序だって実行されソ連軍の方が規模が大きかったためにフィンランド側は 行意をすることができなかった。8月11日には第15師団がハイトラ鉄道の分岐点を占領した。8月13日にはすべてのソ連軍がフイスコンニェミ半島とキルポランサーリ島に撤退を始めた。航空優勢を保っていたソ連軍は8月23日には多くの兵力と物資を失うことなくこれらの共闘歩から部隊を撤退させた。 フィンランド第15師団はソ連軍を迫撃し、共闘補に残っていた公衛部隊を一掃した。ソビエトの計画では大規模な反抗計画は8月10日に始めるつもりであった。第23軍はラーイサーラにソビエト第265師団の援軍を受けた。この攻撃はフィンランド第18師団と第10師団に向けて行われ、道路を取り戻し、 北西ラドガコにフィンランド軍を包囲することを目的にしていた。同時期にフィンランド第18師団は休養を取り、同日に攻撃を再開するように命令を受けていた。この時ソ連軍がインキラから攻撃を開始した。しかしフィンランド側は5トル西部に戻ったのみであった。ソ連軍の攻撃は続くフィンランド側の反撃で、 ソ連軍は南部に退却した。このソ連軍の攻撃によって、フィンランド軍がブオクシ川に到達するのは遅れ、貸しの町、アントレアに到達したのは8月14日のことになった。ここで、フィンランド軍は、川の北岸のソ連軍兵力の一掃を続けた。ソ連軍は、南西部のビープリから沿葬への兵力の移動を開始し、8月16日には、アントレアへの反撃を行った。 しかし、この攻撃にも失敗し、8月21日、ソ連軍はやむを得ず、兵力を北岸から避難させた。東部のフィンランド軍は南東に向けて進軍し、8月17日にブオサルミ近郊に上陸した。また、8月20日には共闘法 L に至った。ソ連側の第10師団への反撃は8月14日に行われた。この攻撃により、 フィンランド軍の増援が到着し、後退を止めるまでに、フィンランド軍を 2km ほど後退させた。第10師団は、ラドガ後半から出発し、第15師団、第26不評連隊の方面へと進んだ。これらの兵力は、ラーイサーラのソビエト第265師団に対抗するために集結された。8月15日には、 第14弾は単独でラーイサーラのソビエト軍を包囲するための攻撃を開始し、17日にはこれを包囲、18日には捕獲した。その後は、ブオクシカワ北岸にあるソ連軍の北部への出口を一掃した。8月19日、第14弾の第43不評連隊は南部への攻撃を継続し、8月21日にはスバント港に到達した。さらに、 1> 第1師弾第1不評連隊が東部へと進攻を続けた。この進攻は、武奥市川北岸にいたソ連軍に包囲されるのではないかという恐怖を与え、これらの部隊は、カキサルミから退却を始めた。しかし、この部隊は8月21日に捕獲された。この攻撃は南部に向かって続けられた。小さな国境部隊が攻撃を遅延させようと攻撃を続けた。 タイパレーン川、ラドガ湖岸に再度到達したのは8月23日のことであった。しかし、フィンランド軍は川を越えて進軍することができなかった。ビープリ市ダ海後のフィンランド軍のパレードスタッフカはただ、ならぬ状況を認め、8月20日には防衛線まで後退することを認めた。この防衛線は、ビープリからスバントコとタイパレーン川を通って、 ブオクシ川口まで走っているものであり、新しい防衛線であったが準備ができていなかった。この判定によって前線は見違えるほどに短くなった。しかし、この決定は先月までに国境線に準備されていた仮設の防衛線を放棄することも意味していた。フィンランド側は独自に南部の国境線から攻撃を開始する準備を行っていた。ソ連軍が国境線を破棄して、 退却を始めたのを知ったのは8月21日のことであった。準備を行っていたフィンランド軍は即時追撃を開始するように命令された。ソビエト第43師団は移動先のビープリの北西で迎撃を開始した。しかし、フィンランド第12師団を停止させることはできず、第12師団はブオクシカワウガンを進攻し続け、フィンランド第18師団と接触した。 これによって第18師団が保持してきたブオサルミ近郊の共闘法を拡大し8月22日にはウガンモ全体がフィンランド側の手に落ちたこれによってフィンランド軍は都下を開始するソビエト第123師団はビープリの南西を防衛していた123師団の大多数の兵力と第115師団の大多数の兵力は ブオクシ川上流の防衛線から急いで撤退したために未だ組織化が完了していなかった。フィンランド第4師団はサイマー運河沿いに進撃を続け、ソビエト第43師団を北部方面に押し合った。8月23日に最南部にいたフィンランド第8師団はビープリワンの西岸からユクスパーン川までを制圧した。また、湾を渡る準備も始めた。 8月23日の間、フィンランド軍はビープリ東部 8km の位置に進行した。しかし、翌24日の朝、ソビエト第123師団と第115師団がビープリ東部に位置するフィンランド軍に対する反抗を始めた。これはおそらくこの戦闘に対するイニシアチブを回復し、フィンランド軍を武国し川北岸まで追い返す攻撃であったと考えられる。 砲火を十分に使うことで、ソ連軍は守備に回ったフィンランド軍を5キロメートルほど押し返すことに成功したが、フィンランド軍の前線に穴を開けることができなかった。その時予備軍に回っていた第12師団、第26不評連隊はすでに兵力交代で、その場所に向かっていたために、ソ連軍は次の日には元の位置まで押し返された。ソ連の反撃は失敗に終わり、 フィンランド第12師団にすでに降りていた命令に影響も出ることはなかった。フィンランド第12師団はすでに降りていた命令通りに攻撃を続けビープリ・レニングラード間の鉄道付近まで進軍8月25日からはビープリ・レニングラード間の主要な鉄道を切断した。8月24日の朝、フィンランド第8師団は 第45不評連隊第3大隊とともに、ビープリ湾を渡り、同日、リハニアミ半島に安全に上陸が行われた。上陸後、攻撃を続け、次の日にはビープリから外部に向かう最後の鉄道線を切断し、共闘砲、数キロメートル拡大、次の2日間で全ての命令を完了した。 第12師団は南西に攻撃を続け8月27日までにビープリ・レニングラード間の道路もすべて切断した。8月28日、スタッフカは第23軍にビープリからの撤退を許可し、イエラーから村名間に新たに設けた防衛線に撤退することを決定した。この防衛線はマンネルハイム線とほとんど同じ位置に位置していた。 ソ連軍は即時撤退を始め、強行的に道路を通過しようと試みた。イエラーから村米への突破が成功したのは8月28日の夕方のことであり、夜の間にフィンランド軍の放火の下をいくつかのトラックや輸送列車で通り抜けた。放火のためにいくらかの犠牲が生じ、道路は血で満ちた。方位は狭まっていき最終的に車両を捨てて通らざるを得なくなった。 この日から2日間にかけて、ソ連軍はビープリワンにつながる鉄道線を脱回しようと試みたものの、8月30日の夕方には、第12師団第3不評連隊が、第8師団と合流し、ポルランピ近郊でのモッティ戦術が始まった。8月31日、ソビエト側は、包囲を解こうと試みたが、これにも失敗した。フィンランド軍の包囲は徐々に狭まり、 最終的には、人命だけでも助けようと車両を放棄し、徒歩で森を通って逃げることを選択した。包囲の輪はさらに狭まり続け、夜には小規模な部隊が逃げ出した。士気はどんどん下がり続け、次の日に残っていた兵士たちはとうとう降伏した。9000人もの降伏兵を捕らえ、7000人の死者が埋められた。包囲の輪が閉まりきる前に12000人の兵士が、 なんとか逃走した。フィンランド側は、この包囲によって306門の方、55台の戦車、637両のトラック、300両のトラクター、4500匹の馬を、露角した。旧国境へ向かう兵士たちレニングラードとビープリの間の主要道路と鉄道の中間で、ソ連軍は再度防衛線を立て直すことを命令された。これは、 古いマンネルハイム戦に沿ったものであった。しかし退却が遅く、フィンランド第十二師団は、レーパスを攻略、南西のクオレマン湖方面や南東の鉄道線に沿った方面に攻撃を継続した。ソ連軍は、スンマ近くで防御を始め、防御に成功した。しかし、フィンランドがムナスオで防衛線を突破するとスンマで防衛していた。 ソ連軍は包囲されることになってしまった。ソビエト第123師団の残りはいくつかの場所で、フィンランドの進攻に反抗を続けながら、レニングラードに向かって撤退を開始した。8月30日の朝、南西に向かっていたフィンランド第12師団は、クオレマンコ近郊で、コイビスとレニングラード間の鉄道を切断し、同じ日にフィンランド湾にまで到達した。同日、 バンメルスーでは、第12師団が鉄道線を遮断した。しかし、主要道路の切断には失敗している。次の日の朝に、湾側の部隊もバンメルスーに到着し、合流、東部のテりオキに向けて、攻撃はさらに続けられた。8月31日に、テりオキは攻略され、次の日までにラヤヨキ側の旧国境に到達した。 ソ連軍はコイビスと近郊でまたも包囲され、ソ連海軍の輸送艦でこの島を退却し、レニングラードに向かった。最後に残った部隊も11月1日には避難している。8月23日から第12師団の作法で第18師団が南東のブオクシ川とムオラーアン湖の間で攻撃を開始した。8月26日には最初にこの地境を突破した。 他方、最初のフィンランド第2師団は、第18師団と交代し、地境から、キルココとプンナスコの間で前進。第10師団はプンナスコからブオクシ側に向かった。ラドガコ北西岸のモッティ戦術で包囲すると、この地域からソ連軍は一掃された。フィンランド大愛軍は、第10師団と第15師団を伴って、ブオクシ川下流域に向かった。 フィンランド第18師団は8月27日、第2の湖の地境を突破し、1日の休養を置いて、奇弁なパへ向けて攻撃を継続した。奇弁なパの交差点は8月29日に占領、攻撃はさらに旧国境に向けて続けられ、8月31日には国境に到達した。第2師団も8月31日に旧国境に到達した。 第10師団は8月29日に、ソビエト第198師団の反撃を受けた。しかし、フィンランド第10号師団も、ブオクシュ側の対岸から攻撃に加わり、第198師団を追いやり、フィンランド軍の攻撃速度は8月30日から加速した。バルクヤルビ鉄道の終点を8月31日には、攻略した。これによって、ソ連軍は包囲の危険性が高まり、 ブオクシ川の下流域の南岸に布陣していた。ソ連軍はさらに南部に戻り、旧国境線に戻ることになった。第15師団はソ連軍を追撃、9月2日には旧国境までたどり着いた。8月31日、マンネルハイムは、ラヤヨキ川川口からオフタの線で攻撃を中止するように命令した。オフタからラドガ湖の間の厳密な線は後に命令された。 この近くが旧国境線であり、フィンランド軍はそこにたどり着いたのである。この結果ソ連のレニングラード北洋再戦への攻撃を求められなかったため戦線は短くなった。ソ連軍は六不評士団、多くの独立大隊や独立連隊がレニングラード北部を守っていた。しかし、これらの軍はフィンランド軍との戦闘で戦力を半減していた。 フィンランド第12師団は目標にすでに9月1日に到達していたが、9月2日には、よそで戦闘が始まった。第18師団は同じ日に、マイニラを占領し、翌日、バルケアサーリを占領した。9月7日、第2師団と第18師団は共に目標にしていたラヤヨキ川と、オフタに到達した。大愛軍の司令官コロネル・マッキナンは、オフタコとラドガコ。 レンパーランコの旧国境から少し進むことを命じ、防衛に良い地点を見つけそこで攻撃を終えた。しかし、9月4日にはソ連軍から攻撃が始まり、9月6日に第10師団はキルヤサローでソビエト第941不評連隊を包囲殲滅した。最終的に9月9日には命令された線に全てのフィンランド軍が移動し、防御を開始した。 ソ連軍の司令部はすぐにフィンランド軍の攻撃圧力が減少したのを知った。また、すでに9月5日にはドイツ軍に対抗するために西弾をカレリア地境からレニングラードの南部に向けて移動している。フィンランドが新たに作った要塞戦8月20日、マンネルハイムは司令部駐在のドイツ軍代表エルファース大将からビルヘルムカイテル元水が フィンランド軍がレニングラードを攻撃するかどうかを問うた、所感を出すだろうとの知らせを受けた。ドイツ軍によるレニングラード占領はフィンランドにとっても望ましいことであったが、フィンランド軍が直接レニングラード攻撃に参加することは国内的にも対外的にも問題が大きかった。政府はあらかじめフィンランド軍はレニングラードを攻撃しないことを決定しており、 連立与党でもある社会民主党は特に1939年国境を超えることに反対していた。政府は軍の要請に基づいて防御しやすい地点を確保するために旧国境線から少しだけ前進することを許可した。カイテルの手紙を受け取ってから大統領であるリュティと総司令官マンネルハイムは両方とも否定的な返事を用意した。八月十一日。 エルファースはマンネルハイムと接触し、フィンランドは東カレリアへの攻撃をやめて、レニングラードに攻撃を行うべきだと再度提案した。しかし、リュティとマンネルハイムはこの案をお断りにした。フィンランド軍は戦闘が終わるとこの地域で防御体制に入り、カレリア地境に多くの要塞船を築き上げていった。また、占領中は、 民間人もカレリア地境に戻ってきた。この地境の占領はソ連軍がビボルグペトラザボーツク攻勢を発起する1944年まで続いた。ありがとうございます。